ストライクショット。こんにちは、妄想の中の土佐のバッチョとパナエです。さあ、本日はですね、こちらじゃーん、ゆめ玉ガチャキャラ夢玉のね、はい、特別クエスト、夢はね、カタカナですよね、これね。そうですねすいません、サジ、リリー、ムクトゥルフ紹介していこうと思います。では早速サジからいきましょう。はい、ということで見てみましょう。はい、ステータスじゃん。妖精キラーと侍キラーでゲージでアンチ16バリア、貫通でスピード型です。いきます。貫通なんで、まあみんなに当たりながら、おお、重力バリアもトリプルアビリティってことですね。ですね、いいですね、うん、当たってみてください。はい、当たってみましょうか。うん、どうでしょう。核散弾、核散弾です。うん、これしかもキラー乗ってますよね、多分乗ってます、ベースの方なので。おお、いいですね。もう一回当たります、うん。当たったー。当たってますね、うん、これが村雨のステージですかね。そうですねなので妖精キラーが効いているはずだと、うん、さあ妖精キラーなので結構63万ダメージいきましたね。4回通ったかな。4回通りましたね、うん、若干コーストの友情コンボ入ってるかな、ね、って感じかな。すごいね、うん、強ー、めっちゃ強いじゃん。効いている。しかも貫通だから弱点にいける。当たってますか。核散弾反射してますね。反射してますね。アシュラとかと一緒だね。もう一回当たってみます。本当だ、反射してる、うん、無駄打ちが少なくて済むかもです ね。さあ、ストライクショットいきたいと思います。ストライクショットです。自身のスピードとパワーがアップということで、ゴーして真横かな。真横がいいよ。これぐらいかな。うん、そうだね。私の砲術見破れるかしら。おおー、167万で、まだもしかしたらあったかもしれないですよね、うん、HP があれば。確かに最後の週でね、うんうん、ほぼ全部弱点にいったのかな。いきましたね。で、167万ということでございました。乗って逆動作です。はいはい、サジのポイントはじゃん。トリプルアビリティ、妖精キラー、侍キラー、アンチ16バリア、はい、でした。なので今回村雨、妖精キラーですね。侍キラーは村正にいけそうですね。もう確かにね、うん、村雨村正キラーなんじゃないですか、この子は。さては光だしね。他にもでもいけそうですよね。侍だったらそう、うん、頼朝、あ、頼朝光のアンチ重力バリア、おお、いいですね。あとなんかあるかな。妖精でもいいけど、うん、この間ののっこちゃんとかきのこの子とかは妖精で光でアンチ重力バリアス効きますね。いいですね、うん、まあ、ダブルキラーなんでどっちにもいけちゃうというとこがいいですね。強かったですよね。強かったです。スピードめっちゃ速くないですか。速いね、400超えてるね。うん、なるほど。結構シュッシュできちゃうと。うん、はい、では次行きましょうか。はいはい、次リリム。はい、はい、ステータス、ドン、貴族性耐性、ゲージ、アンチ重力バリア、反射ですね。おお、十字レーザーですね。おお、バランス型。じゃあカンカンいっちゃっていい感じですね。ですね、上いっちゃおう。重力バリア気にせず。あ、失敗しちゃった。おお、でもまあ一応重力バリアは見せつけることができたこれどやどや。おお、パワーアップしてますけど、でも結構いいですね、ダメージ量ですね。十字レーザー当ててみます。どうぞ。おお、弱点入った。カンカンしてみる、カンカンしてみる。ほっ、おお、61万。なるほど。結構当たりましたね。当たりますね。当たってみます。フューチレーザーが両方に入った。ああ、いいですね。何してるの？おお、あ、お、やっぱりアポロよりちょっとダメージ量少なかったです。今のクロスが、うん、おお、貴族性耐性が効いてますね。よし、はい、打ちます。ストライクショット4人分身して駆け回る。とりあえず適当に放てばいいのでしょうか。うん、斜めに入れてみます。私の炎の鞭は熱いわよ。おお、190万。強い。すごい。今ちょっとよくわかんなかった。よくわかんないけど強かったですね。もう一回見てみましょうか。さあ、ここからですよね。はい、この後打ちます。斜めの方向分身ショットあんま打つ機会ないもんね。白鵬持ってないから。そう、持ってないから斜めに。私の炎の鞭は熱いわよ。ちょっと上で遊んじゃったね。うん、でも1体が下にちょっとはまった感じになったのかな。うん、190万ぐらいでましたね。なるほど。いいですね。すごいダメージですね。打ち方によってはもっとね、いくかもしれないし、いかないかもしれない。リリム。まあポイントはじゃん。数少ない分身の SS ということで、4人に分身して駆け回るサバトブロッティサバト。Why? でございますと、これがね、なかなかあんまいないですよね。いないんですよね。私もね、タートルズぐらいですよ。私もタートルズだけですね。あとお持ちの方は白亜さんはとか強いですよね。強いですね。でも羨ましかったんで、これ威力は多分それで違うと思うんですけど、強かったですよね。強かったです。めっちゃ出てましたもんね、これね。あと貴族性耐性地味に良さそうだけどね。確かにちょっと分かりづらいけど、うん、地味にじわじわ HP が耐える、うん、これいけそうなのはどこかな。今回はビリーに行ったけど。ビリーに行ったね。まあ貴族性ですよね、多分、うん、この子自体がヒーだから、うん、ギガマンとかいいのかな。ちょっとダメージ量が大きいボスとかね、貴族性耐性で一気に耐えてくれそう。うん、確かに。だし、あとはポルターガイストとかも結構大きいですよね。大きいですね、ダメージ、うんっていう感じか。うん、がいいんじゃないかな。貴族性にかなりいけそうって感じですね。はいはいはいというようなリリムちゃんでございました。はい、では最後クトゥルフいきましょう。さあ見てみましょう。はい、ダンとマジンキラーゲージでアンチダメージボールパワー型です。友情コンボフレーム。どんなスピードだろう。ちょっとこれ一旦縦目に。あ、マリーダ、そっか、魔人か。行きたいな。おおお、なるほど。今ね、パワーごとだからね。ちょっとじゃあ当たってみます。はい、ダメージオールはいけるんですね。いけます。でもちょっと横でマジンギラーをガンガンガンと4回ぐらい当たったかな。38万。やっぱパワー型なんで攻撃力は高めですね。確かに。友情コンボはフレームか。なんでそこで当たってもらうと。おお、結構いってた。残りがちょっと HP 少なかったから。少なかったのでね。ほいー、フレーム。まあ28万、当たったのもあるし若干エナカマ入ってますね。でも結構弱点に入ったかな。いった。アンチダメージボールなのでちょっとこれ上に上がっていきたい。ほい、いけるか。アビリティアンチダメージボール。オッケー、上にはいけた。とストライクショットは敵の弱点にヒットした際に超ダメージを与えると。おお、めっちゃ近くにあるけど、これ下か上かどっちだろうね。ちょっと真横に打ってみます。おーい390。あれ、これまでの全てを塗り替えるような名場面を披露してしまったけど一瞬だった。でも弱点に3発目ぐらいからだったか、うん、超ダメージがだからテンション上がって顔が赤くなったわ。もう一回見ましょうか。もう一回見てみましょう、はい、いきますよ。ここですね。弱点にヒットしたらもう超ダメージ与えるんで、うん多分弱点ヒットしないとあんまりダメージ当たらないのかな、うん、逆に言うといつも通り、うん、この23発目から2345の3発分ぐらいが当たったのかな、うん、最初当たってなかったですね、うんうん、で何万だって390てか倒しちゃったからまだまだいったもっといたかもしれない。本当にすごい力を秘めてる。最悪500万とかいくかもしれないね、うん、この近くでカンカンカンってしたらもうちょっとね HP が敵にあればすごいですね。すごいですね。というようなクトゥルフでございました、はい、ではステータス調査いきましょう。異端児クトゥルフ。クトゥルフさんポイントはじゃん。魔人キラーって弱点ヒットの SS が半端ねえ。半端なかったですね。多分行くとこまで行けば500万ぐらい出るんじゃないかなっていうぐらいのダメージでしたね。一気に倒しましたね。弱点ヒットで超ダメージ、はい、でキラー持ちと、うん、パワー型なんで攻撃力がやっぱ高いですね、うん、そうですね。スピードはまあちょっと低めになってるんですけど、うん、いいとこに挟まってカンカンできるといいダメージが出せたと思うので、うん、あとダメージオールアンチダメージオールがあるから割と連れていけるのかもしれないね。闇だしね、そういう意味では、うん、って考えると、うんうん、今言ったマリーダーダメージオールコーリーの魔人ですごい適正かなとは思います、うん、あと魔人はいるかな。魔人だと天狗、あー確かにダメージオール結構出ますね。ですね。と羅刹とか、あ羅刹もね、うん、がそうかもしれないですね。非属性だけど闇だから全然いけますね、うん、そうですね、うん、キラーを持ってって感じかな、うん、うんというようなクトゥルフさんびっくりしましたね。はい、はい、といったような3体が、はい、これどうやってゲットできるんでしたっけ。夢玉ガチャを引くと、うん、当たる可能性があると。なるほど。夢玉は月間クエストですね、うんうん、これが、24日からやってくるので、うん、そのクエストに挑むと夢玉をゲットできると、うん、でそれでガチャを引くとこの3体がゲットできる可能性があると。はい、期間限定になります、はい、ぜひ皆さんゲットしてみてください、はい、ではバイバイ。ご視聴ありがとうございます。モンスト公式チャンネルを登録されていない方はぜひ登録をお願いします。スマートフォンからご覧の方はこの動画の下にあるチャンネル登録ボタンより登録をお願いいたします。またモンストアニメの公式チャンネルもあるので概要欄からチェックしてみてください。パソコンよりご覧の方はこの画面の上にあるボタンから登録をお願いします。では引き続きよろしくお願いします。